こんにちは、ココクル先生です。今日はですね、案外お問い合わせの多いこのゴムリボンの結び方をやってみたいと思います。チャンネル登録もお願いします。今日はこのゴムでこのシングルループとダブルループの結び方をやってみたいと思います。これはですね、お店なんかで、最初に作り込んでおいて、シュッとかけたらできるとか、大量に何か、ラッピングしなければいけない時でも簡単にパッとワンタッチでラッピングできるですので、作り置いておくと大変役立つゴムのリボンになります。ではまずゴムの長さを決めたいと思います。ちょっと伸びるので、これ箱、かけようと思う箱の一周、プラスだいたい片方5センチぐらい、もしくはまあ不安な方はもうそれより少し多いぐらいにカットしてください。これでしたら少しこのぐらいにします。ゴムでゴムなんで伸びるのでちょっと締まるぐらいの方がいいと思いますので、ちょっとここテンションがかかってるなぐらいのところまでしてください。外してみるとこのぐらいの長さになります。この箱に対して伸ばしたらこんな感じです。で今日はゴムでやるのもいいんですけど、ちょっと分かりにくいかもしれませんので、近い水引きを持ってきましたので、これで結び方をやってみようと思います。左の方を上にしてクロスさせます。今左の方が上に来ていて、右の方が下に来ています。で、この上に来ている方を右の後ろ側に通します。通したら、この左に来ている方、こちらを結びの方に向けますね。はい。で、次にこの上に来ているこの右の方を上から下ろして、この途中から中にこの輪っかの中に差し込むような感じで、で紐のこちらの方をギュッと引っ張ると、はい、シングルループの完成になります。でこのシングルループの時はこのはですね、このループが左の方に来るようにかけてください。タレの方が右の方に来るようなイメージですね。こういう風にかけるといいです。はい、では早速ゴムをかけてみたいと思います。ゴムをかけます。はい、こういうイメージですね。はい、どうしてこの輪の方が左でこのタレの方が右なのかというと、基本的にこういう結びって右ほどく、まあ、いただく人のことを考えて結んでますので、右利きが基本なので、すぐにフッとこう引っ張ってほどきやすいようにこちらの方が右で、輪の方が左になるようにこういうふうにかけます。次に、ダブルループの結び方をやってみようと思います。はい。先ほどと同じようにですね、この箱の長さ一周で少しちょっとテンションがかかるぐらいにします。そっから先ほどはまあ5センチぐらいだったんですけど、今度は少しちょっと長めに、両方輪っかができるので少し長めにカットしておいてください。それでは結んでいこうと思います。で今回もちょっと結び分かりやすいようにちょっと水引きで結んでみようと思います。はい、では結んでみます。先ほどと同じようにこの左の方を手前にしてクロスさせます。はい、で左、これ上の方に来ているものを右側の後ろに通します。はい、こんな感じですね。はい、でこの左に来ている方、こちらを輪っ
中に一度しておいて、結び目の方を受けます。こういう感じです。で、次この右に来てる方を上から下で、また途中から輪にして、先ほどの結び目の後ろを通します。で、これでこのゴムの輪っかの方をギュッと締めるとダブルループが完成します。ではかけてみます。で、上からこういう感じに収まりました。いかがでしたか？今回はこのゴムで作るこのリボンですね、これはですね、お店であらかじめ作っておくと本当に便利で、ワンタッチでパッとかけるだけでギフトが出来上がりますので、ぜひお店に常備しておくと助かるパーツとなりますので、作ってみてください。そしてよろしければチャンネル登録もお願いします。ラッピングコーディネーターのココクルこと田原明美が、和紙を使ったワンランクアップのラッピングをご紹介します。簡単な包み方や暮らしに役立つ和紙のアレンジを提案します。ぜひ参考にしてください。